皆さん、こんにちは。農学エトセトラ、二千二十三年十一月の配信になります。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。このプログラムは、農学への興味を持たれている方により、農学へ親しむきっかけを感じていただければということで始まった番組です。毎月、梅明か会が開催する農の講演についてもご紹介をしています。 農学へこれまで興味のなかった方でもこの番組を聞いてちょっとでも引っかかるものがあればですね、えー、調べていただいたりそして講演に来ていただくような、まあ、そういうきっかけになればいいなと思っております。11月の配信ですけれども、えー、今回は梅、えー、若会が主催します別海能について、えー、お届けをしていきます11月19日日日曜日の講演になります。 えー、今回はお二人の方に来ていただいておりますまずは毎月おなじみなんですけれども農学士の松山孝之さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします先月は、えー、オンラインというかリモートでの収録でしたので2、はい、ヶ月ぶりでよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、はい、そしてもう一方ですけれども今回のヤマンバでして、えー、を務められます梅垣希少さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますお願いしますえっ、ー、とー。 ほぼ1年ぶりという感じなんですけれどもよろしくお願いいたします<う>、えー、11月19日今回は午前11時開演ということでいつも1時でご案内しているんですけれどもちょっと時間が早まって、えー、少し特別なあのです別会のになります えー、今回も2番のがかかりまして、まあ、その見どころであったりだとか、えー、それから面白さについてちょっとお伺いできればなと思うんですけれどもまずは、えー、宮垣翔さんが指弟を務められますヤマンバですね、はい、でこれは結構長大な曲になるっていうような、えー、お話もお伺いしてるんですけれども、えー、これは「雪月花の舞」というような小書きがついております。 なかなかお目にかかれないっていうような演出だっていうふうに聞いてるんですけれども、そうですねあの梅若会ではえっ、ー、と間内、まあのあの梅若老説先生は、はい、あのもちろん何回もなさっているんですけれども最近梅若会ではほ出てないなほとんど出てない、ね、出てないですかね、はい、珍しい小巻あの特殊演出になります、はい、珍しいだけではなくてかなりこう難しい うんあの小書きになりますですね。その難しさっていうところは雪月花の舞っていうように、まあ、これこの山んの、まあ、舞の部分での特殊演出っていうことになるかと思うんですけれどもそうですねあの普通の山ンバっていうのはいわゆるあのお囃子だけで舞、ま、う、あはい、よく中の舞とか男の舞とか、はい、蝶の舞とかありますけど、ええ、そういう舞は普通の山ンバはないんですね。ところが この雪月下界の舞になると中舞、はいえー、舞を舞うんですね、はいえー、でところがまあそれ普通の行われる中の舞に比べるとだいぶ雰囲気も違って、うん、緩急がかなり激しくつくという。 感じになりますね。うん,うん、うん、えー、まあ、そのあたりはあのー、今回渋滞をまあ、歌っておられます。松山さんもあのー、横から見ていることになると思うんです。けれども、<laughs> はい、あのー、こちらの演出についてはちょっとこう。見どころとしてそうですね。あの、古賀はよくあるのは？ 作品を削る小書きが多いんですけど短縮するものが多いですが、はい、今回はプラスされるという贅沢な小書きなので、えーはい、そのプラスされることでじゃあ通常の部分もどうやって縮ま、えー、わせるわけではないですがバランスを取っていくのかっていうところが、うん、やっぱり歌いの中だけでも調整が起きるので、うん、はい面白みは増すものだと思います。 自分でハードル上げちゃうとあれなんですけどの普通のマンバでも結構長い曲なんですよ。前半も長いし後半も長いんですねもうたっぷりって感じなんですけどそこにまた忠の間が入るのでもう下手をするとちょっとだれちゃうっていうかねそこをどうやっていくかっていうのは難しいかなとまあやったことがないのでね思ってますけどもね。 まあそ舞一つの世界にこうまとめ上げていくところっていうのがそう、まあ、だからどうするってことではないんですけど、うんはい、だから歌にとこ早く歌うとかそういうわけではないんですけどもうそ,のそういう気持ちをねやっぱり、はい、あのそれこそ今高行さんがおっしゃったみたいに、うん、ついつまが合うようにこうんていうや順を追ってやっていくっていうのが大事なんだろうなと思いますけど、はい、うんありがとうございます。 「やまんば」っていう曲ですけれどもあの、まあ、それこそあのさっきちょっとこの収録前にお話ししたところで言うとあのいわゆる僕らの世代というかその,の曲として「ヤマンバを知らない、まあ、人間にとっての「ヤマンバっていうのは、まあ、結構本当にこう人里離れた。 あ森の山中に、まあ、いる、まあえー、妖怪っていうような、えーとまあ、そういったものが、まあ、あの人間をさらっていくっていうような、まあ、そういった妖怪としてのイメージっていうのはかなり強いんですけれども、まあ、ここに登場するヤマンバというのはこう宗教観みたいなものも、まあ、かなり、えー、やってくる一向に説いていたりだとか、まあ、あそれからこう人の断りみたいな世の断りみたいなものもこうどんどんこう 伝えながら、あのーまあ、実際に舞を披露するっていうような、まあ、ところで伝説的な妖怪というイメージよりかは神格化された存在なのかなというふうに伝説と神格化されたはちょっと今かなり似たイメージだったのでちょっとあれなんですけれどもちょっとまだ段階が一つ上なのかなというふうに思ったんですけどもよく本当にわからない存在ですよ <laughs>、うん、まあ精霊というかね自然そのものというか。はい でつまりちょっと今神様って話が出たんですけど、はい、実はこの「雪月花の舞」っていう小垣きがつくと、はい、山ん葉ってまあ鬼のの鬼類するもんですから、はい、本来ですと最後に持ってくるあのあ<ー>番組の一番最後に持ってくる曲なんですけど、はい、実は雪月花の舞の小垣きがつくと初版最初に持ってくるんですね。最初ってことは 神南魚狂気って並びで脳がやるんですけども、まあ神様の音が最初に来ますので、そういうあの節目感になるとあの初盤に来るんですよ。だからそういう感じも強くなるのかなって分かんないですけど、必ず初盤にも来るんですよ。このなんでしょうねヤマンバの取り扱われ方というか見られ方みたいなのが、うん。 一つ変わっってていくんですね前によってだからその何、うん、ていうのかなまあ雪、まあ、月観のこともそうなんですけど、はい、どういうものかっていうのも分かんないけど難しいこと仏教のことがいっぱいこう入ってるんですけどまあ言ってることは全てのことは表裏一体だよとか、はい、輪廻だとかっていうのことを、えー、まあなんかも言うみたいな、はい、そういう感じの出来上がり方してますよね。<laughs> だけどまあ 演者とすると、まあ、非常に魅力的なやりがいのある。そうですねあのそう。そういう曲ですね。うん。まあ、よくできてると思いますね。歌いも舞も、うん。そうなんです、ねはい、歌いで参加される山、あの松山さんから見た時の。まあ、この山場の難しさであったりだとか。まあ、もしくは。あ見どころみたいなところ、ここを見てほしいみたいなところって、どんなところがありますかね。 うんあのやっぱり舞台の一体感ってすごい曲なんですもともと山バ自体がそうなんですけど、はいまあ、脇もしり生やし方もしり、はい、で連れが百、えー、ヤマンバといって、まあ、女芸能者の山バ語りが出てくるんですけれどもこれらが全員してに集中した不思議な空間が見どころになると思います。<laughs> はい <laughs> こればっかりはもうあの言葉で表現しにくいんですけど普段の検証の方から見たの舞台の空間がすごいコントラストが色濃く出るものだと思いますのでその辺りに注目していただけるといいかなとなるほど、はい、こう見ている人間からすると、まあ、今回あの小書きで特殊演出っていうようなお話もありましたけれどもまあその ヤマンバの舞自体がどんどんこう激しさを増していくというかあのテンポも上がっていきながら、まあ、大きな動きで展開されていくっていうところにこうおそらく絶対釘付けになってしまうと思うんですよね舞、まあの,の雄大さも含めてですけれども。で今回の,あの公演の終わり方っていうところも舞、まあ、を披露したあとで 場所自体も、まあ、その大自然の雄大な姿を表すっていうように、まあ、あのそこの場自体の空気であったりだとか風景であったりとかも色鮮やかさを増して変わっていくっていうような,、まあ、なんかその実際に待っている人を見ているんだけれどもうそれによってこう景色がどんどん変わっていくっていう気づいたらっていうなんかそのなんかその雄大さ どんどん姿を表していくっていうその様子に何かすごいこうたの楽しみな感情を今覚えてます、ね。今おっしゃってたことはあると思いますね。うん、あのそういう感覚になれるかもしれないです。うん、実際に。うんまあ、よ良いことをおっしゃってるなと思いましたけど。なんかこう音の気持ちよさみたいなところ。そうで逆に言うとあのなんていうかしらな。 こうまあ、小がきが、まあ、緩急がついたりとか、はい、まあ通常よりも緩急が激しくついたりとか、はい、それからあの激しさがあったりとかそうすると下手すると演者が気持ちよくなっちゃって <laughs> とか渋滞にしても「<laughs> えー、うわ!」ってこうやって「やったぜ!」みたいな感じになっちゃうと、はい、まあ若い頃に山んばいやる時にはまあ失敗してもいいから。あの とにかく思いっきりあれみたいので済むのかもしれないけどもこの年になってきてこの「山んば」っていうと、まあ、内容的なこともあ,のあるので、えー、その挑戦するにあたってその強さは絶対なきゃいけないんだけどもその引く部分と締まった感じっていいますかねそういうのはあの持っていかないとなんか変に あのこうわわって感じで終わっちゃうみたいになる可能性も秘めてるんですよね。ね、うん、特にこの小脇っていうのはあのそうなりがちな風にできているので、うん、それは気をつけないといけないかなと思います。うん、その緊張感もある中で、そう雰囲気風景を変貌させていくっていうところがすごいあの楽しみだ。 そうですね細かいとこ見ていくといろんな,んあのな言ってる内容が面白いことがいろいろあるので、はい、ただそれもおそらく聞いてる人って案外分かんなくて強さだけでわあわあ言っちゃってるって感じに見られがちなんですけど、はい、結構面白い例えば山んばがねあの困ってる人の荷物を持ってあげるとか、うん、旗織持の手伝ってあげたいみたいな話とかも可愛いとこも出てくるんだけど、はい、そういうのってそらく。 まあ、分かんないんちゃいけないんですけど、うん、あのあまりの、ね、見たことないような人は大知らないでしょうし分かんないでなんかワーッてしてる強さだけに見られがちなんかなと思うんでうん、うん、<laughs> そこをなんかしっかりあの自分の中ではそういうものを持ってまわないとあるキャラクターを演じる時に、まあ、背負うものっていうのが、まあ、その一瞬のことだけじゃなくて、まあ、そのキャラクターが。 これまでこう考えてきたことであったりとか経験してきたものみたいなものをある種こう全部背負ってなんかやっていくことにかなり近いのかなというふうに思うんですけど。ま、えキャラクターってあの役のキャラクターってことですかある意味そ,のそうなんだけど、はい、まあ自分が僕自身が農学士として今までこう経験してきたこと、はいえー、でやって まあ、たまたま曲が山んばで、うん、こういうストーリーですよみたいな感じってとこもあるかもしれない。ああなるほどこう能楽師としての経験みたいなところを融合させてってことですもんね。あんまり言うとね先ほきもハげちゃうんだけど <laughs>、ええ、生き様みたいなことがこ,うう、ね、この曲にっていう感じになるのかなって気がするんですけどすごい心配してるんですけどね。ええ <laughs> でも皆さん期待を持って来られると思うんで大変ですよ <laughs> <laughs> 楽しみにしております、はい、ちょっと山んについてはちょっとこの辺りではい、はい、お伺いしてまいりましたがさてもう一曲うあるんですけれども狂言そして連吟を挟みまして「木、え、曽、ー」という曲も一曲ありますでこちらは、えー、木の義仲をおまあ が一つテーマになっている、えー、平家との戦いがテーマになっているものなんですけれども、まあ、これもこれも小書きですよね。願書ですねこちらは、あのー、一応「木曽義仲」役として松山さんが登場する、はい、曲になってきますけれども、はい、まあこの「願書」っていうところは。 まずはどういうことかいいうのを最初にお伺いできればと思うんですかは古、いえー、書の中でもちょっと特殊なもので能、はいえー、の,の中に読み物読むものですね、はい、があの3番「三読み物」というのがあるんですけれども、えー、かの有名な「えー、勧人帳を読み上げるあたか」という作品また「紀正文という読み上げがあるのが肖像でもう一番がこの「願書を読み上げる基礎という作品になります。はい八幡、はい、様に えー、願書、願い事を書いたお手紙という内容になります。うんうんうん、中でもこの願書っていうのは、あまりこうお目にかかることができないような。まあ、そういった演目ですよね。そうですね、えー。やっぱり読み物だと、あたかがすごく人気がありまして、はい、で、その次には正蔵が。 比較的出ます、うん、で基礎はまあ3番目のような立ち位置になっていて曲の内容も逆にこの読み物の部分がほぼほぼ中心になっていて、はい、前後はその読み物を読むための彩りを作っているという作品になってます。 まあ例えば「あたか」の中で出てくるえと読み物も「勧進帳」であったりだとかもそうだと思うんですけれども曲の中でその今回であれば「願書」がどういった役割を果たしているのかというかあのまあすごく大切なこれはまあ一部になって ってますよね願書、はいはい、っていうのがもうほとんどあのメインを占めているっていうことなんですけれども<っ>まあそれを読み上げる行為であったりだとか、まあ、その内容も含めてどうしてこんなに大切に扱われているのかっていうところはちょっと気になるところなんですけれども結構やっぱりこう歴史上こう何か、まあ、歌舞伎もそうですけれども、まあ、そういう武将の武勇を示すものであったりだとか、うん、作品の私が勤める木曽義中本来だったら。 主人公指定になるべきものだと思うんですが、はい、ここではその願書を書き上げる太夫婦革命という人物、はいえー、実はまあ清盛と一悶着あって、うんえー、この吉中方についているという人物ですけれどもこの人を中心にしていくための作品として願書が書かれていたり、うんはい、またその、えー、吉仲が有名な 栗から落としを、はいえー、行っている中で八幡信仰を、えー、強く持っていたというお話になっていくための願書になりますなので、ま、吉永は象徴的に、えー、本当にあの脇座という舞台でいうと上手のところに一人、はい、将棋にかけて腰掛けているわけなんですが、えーはい、その、えー、象徴性を高めるためにたくさんの連れが 出演すするんですけれども先ほどの「ヤマンバのようにやはりこれは革命のために作られている彩りで革命が舞台の中心を築き上げていく舞いまで舞うというあそうですね今回気象先生自体は今回この基礎には登場されないとは思うんですけれどもさすがに「はい、ヤマンバでもヘロろロろになってると思うんで。<laughs> あのー、ただ何回かご経験はありますね。やっぱりあんまり出ない曲なので割と1回やると割とやる機会がないっていうあ商品なんですね短いんですよあ40分ぐらいで終わっちゃうと思うんですけども、はい、なのでああのまあ、いろんな曲をねやらされていくわけではい合う、えー っていうのまあ基礎っても願書があるので、はい、すごい重い扱いなわけですよ。うんうん、ということは普通の定期なんかには出さないでっかい特別な公演にしか出さない、はい、でかといって短いので一、うん、回やってたら「もう一回基礎ね」って言うと「あのえま,またあのもう一回なた」って <laughs> でもかっこいいんですけどねうん、うん、実はすごくかっこいい曲なんですけど、はい、僕は何回でもやってもいいと思ってるんですけど。はいえーはい ただなかなか2回3回とは順番回ってこない曲なんでそうなんですねだからあの例えば自分の講演会みたいなものでやるにしても<ー>これでは短いので、はい、もう一番やるとかってことになるので、はい、かなかなか出にくいのかなっていうですよ、ね、スカッと爽やかって感じの曲です結構初心者の方にも親しみやすい曲だ感じするんですけどそうですね。 長さ的に、長さ的に。かっこいいしね。はい。あの、毎晩。かっこいい。あの、姿がまたかっこいいです。はい。なんか展開であったりだとか。その終わり方のなんかさっぱりさっていうか。そういうのもなんか。はい。曲。はい。さっぱり。とスカッと爽やか。そうなんですね。結構そう考えたら。この機会にしか、まあ、見られないと思って。 てた方が方重いからね山場ね悩む、うん、しね。雪月火の後に見る基礎っていうのはまた普通なものだと思いますね。ああ<ー>、えー、そうなんですね。えー、確かに何かこう先ほど基証先生もおっしゃっていたようにまあ本来であればこう曲目順としては逆なんだけど山場あっての基礎っていうところで。 どんな気持ちで見らこう何からこうもういいね長い曲が終わってそ,、ね、その後でちょっとくたびれた時にスカッと終わるみたいな <laughs> デザートのようなデザートの <laughs>、うん、確かに基礎の前には錬金そして、えー、狂言もありますんで,です、ね、はい、はい、面白く見ていただければなというふうに思いますはいちょっとこんなところで今回は2つ、はい 2> はい えー、見どころの方をお伺いいたたししました、えー、最後になりますけれども今回の講演ご案内をさせてください梅若会別会のうは11月19日日曜日に行われます梅若能楽学院会館にて行われます今回は午前10時会場そして午前11時の開演になります、えー、まあ席の,あの種類とかも お今回別会のですのでいろいろとありますのでぜひ事前に調べていただいてそしてお越しいただければなというふうに思っております山間の方は今回出演いただいた梅垣希少さんが指定を務められますそして基礎の方には松山孝之さんが出演されますお二人とも本日はお話ありがとうございましたありがとうございました十一月の配信になりましたそれではまた来月お会いしましょうさようなら さよなら失礼いたします。